こんにちは、塚口ガーデンの柴田です。今回はこれです。モンステラ。モンステラは熱帯アメリカに分布する里芋科の植物で、約20種類から40種類もあると言われています。現地では大木の幹に絡みついているつる性の植物で、薄暗いジャングルに生息するため直射日光を嫌い、反面耐陰性には強く、比較的暗い場所でも育ちます。葉には穴が開いたり切れ込みがあったりして、観葉植物として大変人気があります。この件につきましては最後にお伝えしたいと思います。置き場所ですが、直射日光が入らなくとも明るいお部屋であれば育ちますが、それでも健康に育てるには光線は必要で、あまり暗い場所に置きますと、特に気温の高い時期は間延びしたり、葉の色がこのように綺麗な緑になりません。夏以外は明るい窓際のカーテン越しの日の当たる場所ぐらいが適しています。ただ夏はカーテン越しの日でも強すぎますので、明るい影に移してやってください。モンステラは冬以外は戸外でも育ちますが、戸外の光線は強すぎますので、明るい日陰ぐらいがちょうど良いと思います。モンステラは高温には強いのですが、反面低温には弱いので、冬は室内で育てます。体感温度は5度 C ぐらいですが、できれば10度 C 以上は欲しいです。水やりですが、春から秋の成長期には土の表面が乾いたら、この鉢の底から水が出るまでたっぷりと掘り合ってやってください。モンステラは水が好きですが、大きな株になりますと結構乾燥にも強くなります。大変丈夫で育てやすい植物です。気温の低い冬は成長も止まりますので、あまり水を必要としません。目安としましては、この土の表面が乾いてから、なお2、3日置いてからやるぐらいで十分です。寒い時期に水をやりすぎますと根腐れの原因になったり、この植物の体内の樹液の濃度を薄めてしまいますので、寒さに耐えにくくなります。冬の水のやりすぎにはご注意をお願いいたします。また冬の水やりは室温とやる水の温度差に気をつけて、汲み置きの水やぬるま湯などをやるなどして、できるだけ室温に近い温度の水をやっていただくようお願いします。また冬は空気が乾燥していますので、葉や茎、この根元の出てる気孔といいまして、この部分ですね、空気中の湿気から水分を取り込むことができる芽が出ております。ここらにもこのように葉水をしてやってください。葉水は葉についたホコリや汚れ、もとれ、きれいにすることができますが、同時にダニやアブラムシ、貝殻虫などの予防に非常に有効ですので、ぜひやっていただくようお願いします。特にモンステラのような葉の大きな植物には、葉をきれいに保つためにも霧吹きは大変有効で、年中時々やってですね、汚れなどがある場合はティッシュペーパーなどで軽く拭き取ってやってください。モンステラはつる性の植物で、香木に絡みついて伸びますので、根には電動ビュームと同じ気根というものがあります。こちらで分かりますか、これですね、これがそうです。これは根の周りにスポンジのようなものを巻いて、空気中の湿気から水分を取り込むことができます。葉水をする場合注意が必要なのは、特に寒い地方では冬は
気温とあまり温度差のない水をやっていただくことが無難です。肥料ですが、やりすぎますと大きく育ちすぎて樹形も崩れますので注意が必要ですが、春から秋の成長期には緩効性の化成肥料、このような肥料ですね、これを6月から7月に1回、9月の下旬から10月の中旬に1回、この根元にやっていただければそれで十分です。次に植え替えですが、モンステラは成長が早いのですぐに樹形が崩れたり根が鉢いっぱいになって根詰まりを起こしますので、環境にもよりますが1年から2年に1回ぐらい植え替えをする必要があります。植え替えにつきましてはまたの機会にお伝えしたいと思います。最後に余談になりますが、モンステラでお客様からいただくご質問で最も多いのは、うちのモンステラは葉に切り込みや穴が開いていないのはなぜかというご質問です。それはこれを見ていただいて分かります。この下の方から出ている葉っぱ、これにはこれハート型です。このようにこっちもそうですね、この下の部分はほとんどハート型の葉が出ています。そして上の方へ行きますと切れ込みや穴が開いた葉っぱが出てきます。ですから株が若すぎる場合はこのような葉っぱが出ないで、ハート型の穴のない葉っぱが出るということです。またモンステラの葉になぜ穴が開いているかという疑問が湧いてきますが、その答えは葉が大きいので風で折れたりするため、風を逃がすために穴を開けているとか、それからジャングルの中の大木の高いところから雨が強い勢いで落下してきたり、そしてこの葉っぱにですね、たくさんの水が溜まりますとその重みに耐えられないため穴や切れ目を開けて水を逃がしているという説もあります。しかしこの答えはどれが正しいかは分かりません。またモンステラの葉が大きいのは薄暗いジャングルの高木の下で自生していますので、できるだけ日光光を取り入れるためと思われます。以前タイに旅行した時、湖外に植えてあるモンステラの葉が2階まで伝って伸びているのを見たことがあります。そしてその葉はとにかく大きな葉っぱですごいなと思ったことを覚えております。環境によってはモンステラはとにかく葉は大きくなります。最後にもう一つ、モンステラは特に夜間葉から水が出る場合があります。朝起きたらモンステラの置いてある場所の床が濡れていたとか、そういったことはありませんでしょうか。それはモンステラの葉の縁ですね、この縁に水溝と呼ばれる排水機関があります。そこから夜水が出ているようです。私も仕事が終わって帰宅時に夜間モンステラの置き場所を通過するとき、手に水がつくことがよくあります。この状態はモンステラの大変健康状態の良い証拠です。以上、今回は面白い話のあるモンステラについてお伝えしました。ご覧いただきありがとうございました。